さあ第2回世界最強タッグ決定リーグ戦 B ブロック、決勝進出は一体どのチームでしょうか。まず今日の最初の一戦お送りするのは小橋吉組対大森高山組であります。さあ B ブロックここまで勝ち点3、1位タイになっているのは大森そして高山組のノーフィアーであります。一方の小橋菊池組は制裁を欠いてしまっているという状況、勝ち点まだありません。優勝の可能性はすでになくなっております。小橋への声援が飛んでいます。大森高山組としてはここで勝ち点2をつかみ取れるかどうかというのが大きな分かれ目です。オブライト・ウィリアムス組が勝ち点2でありますけれども、まだこのオブライト・ウィリアムス組までは、決勝進出の可能性が残されています。さあ最初のカバーは小橋です。カウンター1つ、まずは小橋と大森です。バックを取ります。フルネルソンの体勢からエルボーです。実況私山田大輔でお送りしてまいります。バックのジャーマンスープレックスホールドではありません。ここは投げ捨てでいきました。さあ小橋この最強タッグ、これまでの鬱憤を晴らせるかどうか。パワーバムーカウンター2。さあ今度は大森です。アバランシュホールドを持っていきました。フィストドロップ、さあ菊池が入ってきました。どうしてもこの菊池剛が狙われてしまうというそういう場面がこの最強タッグのリーグ戦多くなってしまっています。おっと逆水平は強烈です。一撃で倒していきました。さあ菊池にここでスイッチです。なんとか最終戦菊池が男になる姿を見たい。ハンマーを打ちます。さあノフィアの方も青コーナーサイド、高山にスイッチしてまいりました。菊池と今度は高山です。ローキック、さあキック合戦になった。丸め込んでいきます。カウンター一つで返してきました。さあ大森のカットです。選手が入り乱れようかというところでした。さあ引き分けでは厳しい状況になってしまいます。ノーフィア勝ち点2をとにかく掴み取らなくてはいけません。決勝への道であります。腕引きを決めていったのは高山でした。さあこのところは膝十字です。さあ場内は大歓声。B ブロック最終戦を迎えています。 A ブロックの方ではすでに武藤ノートン組が決勝進出を決めています。カウンターが入る。カウンター一つで返しました菊池です。小橋のカットもありました。さあバックを取った、これ危ないぞ。腕を取っています。振りほどきました。おっとこれはミドルキック強烈です。強烈なキックだ。そしてブレンバスター、さすがの菊池苦しいか。ドロップキック、さあここで小橋にスイッチ。小橋健太です。さあ小橋と高山ですが、高山がここは大森にスイッチしました。早いタッチワークという両者です。両チームです。赤いショートタイツは小橋健太、若手時代を彷彿とさせます。フルネルソンスープレックスでした。さあ高山も入ってきた。また4選手がリング上、はい今見えます。菊池が捕まえて場外へ。さあ分断作戦、まず出たのは小橋菊池組であります。さあ回転の逆水平だ。そしてロープに、いやそのまま自分もついていきました。そして川沢たちという流れです。
さあ小橋の展開になってきた。膝を打っていきます。ここで10分が経過。さあバンカー上がりません。抱えたが覆いかぶさったのは小橋。カウンター2、カウンター2です。さあギロチン、小橋が一気に攻め立てます。うんと、これは高山が打ちた。なんとか返していく。ラリアットだー。ゴーワンラリアット炸裂。大森苦しい、大森苦しい。カット間に合うか。間に合った。高山のカットは間に合いました。ヒヤッとしたかノーフィア。しかしさらに捕まえる。抱えたパワーボムは返していった。大森カウンター一つです。さあ小橋が勝負に出ました。早くも勝負に出ました。バックを取ったのは大森ですが、これをこらえる。いやあと分断だ。さあノーフィアは依然苦しい状態です。高山入ってくる。ピッチャー場外です。とにかく勝ち点ゼロは絶対に許されません。ノーフィア、この後オブライト・ウィリアムズ組対ハンセン・ゴディ組の対戦がまだあります。とにかく勝ち点を5にしておきたいのは大森高山組。川沢としは小橋です。高山入ってくる。さあ場内異様な雰囲気。抱えた抱えた。オレンジクラッシュだ。カウント3。ノーフィアの夢は小橋の前に打ち砕かれました。小橋菊池組が最終戦で意地の勝利。勝ち点2を最後の最後で掴んでいます。13分50秒、中指がため小橋が大森からのインフォールでありました。最後の場面をご覧いただきましょう。この辺り途中からです。さあ最後の場面をご覧いただきます。強烈でした。カウント3が入っています。これで大森高山組は勝ち点3のままとなっています。さあこの後オブライトウィリアムズ組対ハンセンゴディ組の一戦です。